にちは、酒井雄二と申します。今回やってみよう第1弾して、LED を光らせるをやっていきたいと思います。まず最初に、今回の LED を光らせる回を組んであるんですけれど、これはこうスイッチで光って消したりできると、これを説明していきたいと思います。まず第一に LED の仕様を確認する。 LED の仕様っていうのは、こういう、電子部品っていうのはだいたいデータシートっていう、こういうものがあって、それを調べて特性を調べるんですけれど、その中の重要な部分を拡大してみますと、で上のアブソリュートマキシマムレーティングっていうのが、最大値、これを超えてはならないという値が入っていまして、エレクトリカルオプティカルキャラクタリスティックっていう下の方が、特性ですね、特性が書かれています。でこの中のこの2つの項目、上が、最大電流、30mA ですね。この 30mA を超えて電流を流してはいけないと、壊れちゃうよということですね。で下が DC フォワードボルテージっていうのが、電圧効果という、LED を通ると電圧が下がる、2V 下がるよということです。で、この2つの項目をとりあえずメモります。最大電流 30mA で電圧効果が 2V。で、次に、電流を決める。この LED にどれぐらい電流を流すかということを決めます。これはもう 30mA 以下であればいくつでもいいんですけれど、とりあえずここでは 5mA。普通 10mA も流せば明るい、眩しいほど明るいので、こんなもんでいいです。で次に、電流制限する抵抗値を計算して求める。この電池とは言っても、これ電流がものすごく流れる、そのままだと流れるので抵抗を計算して求めます。でこの、計算式は次のようになってまして、電源電圧マイナス電圧効果割る流す電流が抵抗値と、今回は、電池4本なので 6V で、電圧効果が 2V なので 4V 割ることの流す電流が 5mA ですから 0.005 となって、抵抗値800Ω、800Ω っていう抵抗は普通は入手できないので、ここでは1キロオームとします。で、抵抗値は1キロオーム。で、次に回路を組むと。回路を組む。とりあえず回路図を書きますが、こんなシンプルな電源から、抵抗を通って LED を通って、GND ってグラウンド、マイナスですね、マイナスに落とすということです。それでは一度バラして組んでみましょう。
レッドボードといいまして、この方向に穴がつながってるんですね、内部で。この方向に穴がつながっているので、ここにつないで、電抵抗がここにあると、こういうふうにつなぐと抵抗から、こっち側の LED に刺さる、つないだのと同じなんですね。これで別にここを2つ開けても3つ開けても構いませんけど、こことここはつながっているので、刺しただけでここがつながった状態になります。このブレッドボードっていうので、仮組みができるんですね。カエルのね、仮組みができて、こっからさっきの回路図でいくと、こっから上からこう、あ、電気が来て抵抗を通って、ここを通って LED に入って LED の下に出ると、ここからこうマイナスにつなげればいいわけですね。こっちもここにプラスをさせば、こう来てこう抵抗を取って落ちて、ここを取って LED のに入っていくと、で LED から出てきて、ここからマイナスにつなぐと。ではつないでみましょう。ここにマイナスをつなぐと、でこっちにプラスをつなぐと、そうすると、まあ、スイッチが入ってませんけど、プラスから抵抗に行って、抵抗から LED に入って LED からマイナスが入ると、このようになっています。で、LED はプラスの方が、長い、足が長いので、このようにつなぎます。でスイッチを入れてみましょう。このようにスイッチが入るということになります。いかがでしたでしょうか。これで、今日の実験は終わります。LED を光らせる。終了します。